ラキツ仮面。はい、どうもこんにちは。ビアンキ乗ってるサイクリストで、アラキタ仮面と同じ自転車ですよねって言われてキレるやつ、大体メンタル弱すぎマンドレル。文句が言いてえならアラキタ仮面パイセンよりも有名になってからよろしくマンドレル。 Yo 賓客ローディーども、アラキタ仮面パイセンだぜ。今回は池田さんファイナルライド最終章、池田さんにチームアリーベデルチのサイクルジャージをお届けしたこの日、なんとチェレシャツさんも降臨マンドレル。つうわけで、以前視聴者さんに教えてもらったクジラ食堂へポタリングマンドレル、アラサイキッチン取れたてのすぐそばなんで、貴様らもぜひ行ってみてくれ。さてクジラの肉なんてどれぐらいぶりだ、もう10年以上食ってなかったな。つうわけで、今回はな、視聴者さんのおすすめっつうクジラの刺身定食をな、アラキタ仮面は注文予定マンドリルだ。みんな何食うんだ？ん？まだ決めていない。とりあえず店の目の前のこの手すりにチャリンコを地球ロックして入店マンドリルだ。地元のお客さんで結構賑わってんじゃない？いいんじゃない？アラキタ仮面。クジラ食堂到着マンドレル、見てみろ、海の家みたいなデザインでな、シャレオツマンドレルだ。ビアンキのチェレステカラーが似合うんじゃねえか。ビアンキビーチハウスみたいなんじゃない。それじゃあ早速潜入マンドレル。すでにチェレシャツさんと池田さんは中に入っている。これからアラキタ仮面も入店マンドレルだ。こんにちは、アラキタ仮面パイセン入店ですよ。店内の様子はこんな感じ。そしてこれチェレシャツさんが食べたチラシ寿司、そしてこっちが池田さんが食べたクジラステーキ、アラキタ仮面は刺身定食だ。クジラの肉は少し臭みがあるが、このように生姜を乗せることによってマグロにも負けないうまさマンドレル、いいんじゃない。スタミナギンギンバッチコイマンドレル。アラキタ仮面。てなわけでエナジーチャージはな、完了したんだが、いかんせん本日の気温は40度、暑すぎて死亡フラグが立っちまってる。こんな時はな、スタバで桃のフラペチーノでも飲むのが一番なんじゃねえかな。つうわけで俺たちビアンキ3兄弟、これから JR 王子駅スターバックス目指してポタリングの続き行っちゃいまー、ショータイム。でもなんつんだろうな、この日が池田さんとの東京グループライドファイナルになるなんて想像もつかねえ。池田さん、電話をしたらいつでも駆けつけてくれるような、そんな気がしているアラキタ仮面パイセン。そういえば池田さんと初エンカウントしたのもこのアラサイだったな。岩淵水門でヒデキン、カズホ、チャンピピと会えるコーヒーストップへ行ったのが初めてのエンカウントだった。今思い返すと懐かしいな。ジャイアントコンテンド SL 乗りだった池田さん、そんな池田さんがまさかビアンキインフィニート CV ディスク乗りになるなんて思ってもいなかったぜ。かつては赤が大好きだった池田さん、今ではチェレステ好きのビアンキオーナー、いいんじゃない。いや
それにしても暑い。王子駅あとどんぐらいだ。あと3キロぐらいかな。もう辛抱たまらんマンドリル。早く桃のフラペチーノ飲みたいんじゃない。いやはや、アラサイを出て市街地を走るとストップアンドゴーが多くて疲れるな。もう汗だくマンドリル。もう我慢できねえからコーラ飲んじゃおう。ごくごく、うん、爽やかになるひととき、いいんじゃない。お、景色がだんだん都会風味になってきたな。まもなく JR 王子駅、念願の桃のフラペチーノ飲めるんじゃない。いいんじゃない。スターバックス王子駅前店到着マンドリル。桃のフラペチーノ飲んでちょっと休んでいこう。アラキタ仮面、池田さんお疲れ様です。チェルシャツさんもお疲れ様です。早速ね、新作の桃のフラペチーノいただきマンドリルです。この怪我のねガーゼも汗で剥がれてきちゃった。まあいいや、フラペチーノ飲んで痛いのは忘れちまおうぜ。それじゃあ爽やかな桃フラペチーノいただきマンドリル。くー、キンキンに冷えてていいんじゃない。池田さんの笑顔も最高だろ。いいんじゃない。池田さんが四国に行っても俺たちは絶対池田さんのことは忘れねえ。なんつったってチームメイトだからな。俺たちにさよならっつう言葉は不要だ。アラキタ仮面、本日の動画の締めくくりはチームアリーベデルチサイクルジャージファッションショーだ。スーパーナルシストアラキタ仮面パイセンのファッションショーとともにチームアリーベデルチ池田さんとチェレシャツさんのおろしたてのチームジャージを着こなしている姿、ちょっとな垂れ流していくんでご視聴よろしくマンドリル。そしてチームアリーベデルチはメンバー全員がキャプテン。つうわけで池田さん四国キャプテンとして布教活動よろしくマンドリル。池田さんの活躍期待してるぜ。町宮としまなみ海道を走ってくれたらさらに友達の輪が広がっていいんじゃねえかな。視聴者のみんな、最後までご視聴サンキューマンドリル。今日の動画楽しんでもらえたなら高評価チャンネル登録よろしくマンドリル。それじゃあまた会おう。アリベデルチさよならだ。アラキタ仮面はクールに去るぜ。クラッシャー池田、あなた方はスクリーンが失格だ。僕の大金はバネ、腹筋はショックアブソーバー。自転車の足で回すものじゃない。足の筋肉を支えるその根幹、最も重要なのは肩甲骨、根元、肉体のコア。マッスルの厚みにマッスルだ。アウッ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 。残りポイントランナー400です。僕は本気でいきます。アブ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 。おかしいな、平等に育ったはずなのにこんなにも性格が違うのか。